どうも皆様いかがお過ごしでしょうか、うかでございます。というわけでやっていきましょう、トゥルーラブストーリーサマーデイズ&ゲットやっていきたいと思います。寝よう相変わらず最初から寝るというね。なんとかヤコちゃんとね、日曜日のデートの約束取れたので、これは楽しみですなという状況ではございますが、まあ、まずは他の女の子のね、ちょっと目標もなんとなくできたらやりたいと思います。寄り道で、ああ篠坂さんか、できたら、ああまあ寄り道ぐらいはいいか、目撃されたら嫌だけども、行きましょう。だから最悪篠坂さんと下駄箱で会わなきゃいいんだよね、多分おそらくは。あ、おはよう。おはようございます。うん、綺麗な声だよね。なんかそんな気しません？すごい綺麗な声だと思うんだけど、僕からしたら。さあ行きましょう。とりあえず中庭、よし、中庭でブラブラしろというミッションがあるので、中庭中庭中庭と、どうだで、楠瀬さんと放課後に会おうか。放課後ね、どこにいんだろうね。食堂行こうか、とりあえず。で、放課後は楠瀬さんが出没しそうなところは何も情報がないもんだからね、どうしましょうか。とりあえずじゃあ校庭かな。うん、で寄り道2で、寄り道で目撃したものって言ったってなんだろう、駐輪場、いや変わらな気がするんだよな。変わらできます。 OK。 さあどうだ。まあやってみりゃなんかあるでしょっていう感じで、とりあえず、はい。おー、やっこちゃん、どうも。やっこ、どうした？こういうのを知ってる？なに？てん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 、なんだろう、それは知らなかったよ。驚いたでしょ。驚いた。うん、でもいい笑顔だね、こうやって見るとね。友達の話か、いいじゃん。またとても楽しくってのがいいね。うん、さあ次行きましょう。中庭だよ。中庭でブラブラしてたらね、有森先輩に会えるという話なんだけど、誰もいないか。めっちゃ人いるけども。すっごい人たくさんいたけど、今。さあ、どうだ？お、いるね、誰か。あ、違う、まさかのキリアさん、どうも。あ、はい、こんにちは。いや、どうしたって、あ、でもなんかちょっと、時間いい？いいけど。なんか、いつも今までと違うね、反応が。うん。なんだってさ。なるほどね。お、それなりだね。学校の話を楽しくした、いいね。オッケー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 。ちょっとずつ上がってきてるじゃないの。じゃあ次行きます。食堂、飯食うぞ。誰かいるでしょ、飯きっと。ん、おー、どうも空気さん。どうも楠瀬さん。どうしたの？いやー、うん、さあと、どんな話するんだろう。なんだってさ。へー、そうなんだ。うん、これさ、スポーツの話か、いいね。多分だけど、エッチな話とか、あるいは、なんだっけ？色っぽい話はきっと、聖太郎としか、レベル上げできないんだろうね。なんか嫌だな、それはそれで。今の発言なんかがちょっと、捉え方を変えたら偉いことになりそうだけど、お、楠瀬さん。あ、放課後楠瀬さんに青ができた、これ。どうしたの？いや、どうしちゃったわけじゃないけど、うん、なんとなくね、練習中？え、そうよ。あー、頑張ってね、テニスだっけ？うん、スコートじゃないのか。練習に戻らないといけないから。あ、びっくりした、スコートじゃないこと謝れたのかと思った。いいよいいよ、全然。あ、うん、練習頑張ってね。はい、じゃあね。はい、 See you next time。 じゃあね、 See you tomorrow かな。はい、目標達成。ちょっとずつ目標が消化されていきますね。いいよいいよ、ゆっくりでいいから、別に。ヤコちゃん以外であれば問題はないから。お、おい、クソンセさん、どうも。はい、こんにちは。はい、そうっすね。うん、そうだよ。クソンセさんも？うん。そっか。あ、誘えるようになった。でもいいや、さよなら。さよなら。さよなら。ごめんなさい、今あなたじゃないんだ。でも、ようやくクソンセさんのミッションが済んだ気がしない？ちょっと。あ、そういえば、うん、ちょっと放課、寄り道デートできるかもしんないから、誘ってみろって言ってたね。うん。え？どうも、ちょっと行ってみようか。うん。どうも、ここならバレないでしょ。まあ、こないだ、うん、断っちゃったしね。うん。ちょっと考え事してただけだから。そっか。そうだわ。ん？よかったら、一緒に帰らない？いや、もう女の子が誘われたら、はい、もちろん喜んでって言うけどね。もちろん OK だよ。ほんと？うん。見てくれんなよ、頼むから。ヤコ、ヤコ部活中であれ。今部活中だと思いたい。うん。思ってなかったから驚いちゃったよ。うん。
見てんなよ。あ、やばい、嫌な予感がする、嫌な予感がする、やーべー、うわ、見られた、しまった、部活中じゃねえのか、嫌な予感がするぞこれ、やばいやばいやばい、やばいやばい、これは怖いよ、しまった、やってはいけないことをしてしまった気がする、まずいなあ、あーこれは、やいやーいやー、まさかまさか、ゲタ箱だけじゃなかったのか、見合っちまった、うん、なんだか新鮮だわ。ああ、そう。じゃあ普通に話していきましょうか。はい、世間話でまずは。うん、こないださ。面白いわね。いい笑顔だね。教えてくれる？おー、わかりました。はい。バッチリだ。あ、バッチリなんだ、世間話。いいね。おー、めっちゃ上がる。学校の話。あー、やばいなー。いいわね。うん。憧れちゃうわ。うい。お、とてもいい感じだ。かなり評価いいっすよね、なんかさっきから。おー、なんかどんどん話に乗ってくれるから嬉しいね。どんなテレビ番組見てんの？そうね。うん。見るとしたらスポーツ中継ね。あー、そうなんだ、意外。へー、そうなんだ。なんか意外だね。うん、同じかと思った。そうかしら。うん、どういうスポーツ中継見んの？野球？野球？ねえ、野球？そこだけ大事なの。まあ、別にいいんだけどね。どうしようかな。面白い話をします。こういうの知ってる？あのさ。うん。面白いわね。お、いいね。バッチリだね。すごいね。バッチリだ。うん。よーし。で、大丈夫か、俺放課後デート行って大丈夫かな、音楽の話。うん。音楽の話も結構バッチリなんでしょ？いいわね。うん。憧れちゃうわ。おーい。とてもいい感じだ。よーし。ちょっと考えようか、少しじゃあ。はい。考える。はい。何を話そうかなと。誘い以外の話題レベル1アップ。で、何か成功させればいいんだよ、きっと。色っぽい話はしない方がいい気がするんだよな。本の話外れないだろ。うん。本、読んだ本でさ。うん。よくわからないけど。嘘！面白そうね。もう一つ嘘？本大好きじゃなかったの？参ったな。じゃあもう一個なんかやろう。褒めてみよう。うん。褒めた。お世辞でも嬉しいわ。あ、いいね。いい感じだ。どう、ちょっと、やるか、誘おう、誘おう、はい。どうだろう。まあ、ダメ元でね、うん、誘ってみるのも手ですから。この浮気者って感じだよね、本当に。今日はダメなの。あ、よかった、断ってくれて、ある意味ね。そっか。うん、じゃあ残念。せっかく誘ってくれたのに。いやいやいや、いいん、あ、わざわざいいんだよ、そんなこと言わなくて。うん、そんな気にしないでよ。うん、そういう一言だけで男は救われんだから。うん。またね。よし、次こそ。やべえ、ヤコちゃん、ヤコちゃん、次ヤコちゃんと帰ろう、絶対に。急ごう。あ、河原ですね。うん。風が気持ちいいな、以上。なんもなかった。てっきり、キリアさんが来ると思ったんだけどな。メール来ませんね、にしても。やべえ、急いで、ちょっと、次の日はヤコちゃんと、もう会おう、ほんとに。嫌な予感がする、ちょっと。まさか見つかるとは思ってなかったから。ダメだな、それはほんとに浮気者の発想だな。あー、ヤコちゃんなんもないね。え？やばいよ、ちょっと待って。今まであったじゃん。デートしようってやつが。やべえ、なくなっちゃったってことは嫌な予感するぞ、これ。神谷さん、おはよう。あ、おはよう。やばい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 。やばい、これは嫌な予感がする。本当に、ドタキャンされたら最悪だよ、これ。いや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 。いや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 。いやいや、これはシャレにならん。ちょっと、ヤコちゃんどこだ？ヤコちゃんに会おう、できるだけ。第二校舎にもいるな。もう、ミッションはいいわ、この際。中庭だ？中庭、やっこちゃんいる可能性ある。よし、行こう。で、食堂にもやっこちゃん出る可能性がある。プールに行けばやっこちゃんいる。もう一回プールに行く。あ、以上。これでよし。とりあえず、やっこちゃんに釈明しよう。本当に。違うんだよ、と。おー、聖太郎。うい。まあ、最悪、放課後のプールは絶対ね、会えるから。うん。面白いことないか？面白いことか。うん。なんかあればいいけど。なんだい？あるんだからすごいよね、ネタ。となるわけだ。ほう。なるほど。確かに面白いな。エッチな話。面白いね。いやいや、意図おかしいよ。はい、行きましょう。次行きます。第二校舎。来てほしいな。お願いします。ヤコちゃんいてくれ。釈明を。リモリさん、ごめんなさい。どうも。うん。でも今はリモリさんじゃねえんだよな、残念ながら。はい。時間いいっすか？うん。あ、カットできんだね。できるときはカットしましょう、ちょっと。なんだそうですよ。うん。うん。有森さんと将来の話をしたらいいじゃん、はい。
テンポが上がるね、これ。うん。あんまり興味なさそうな話だったらスルーしていきたいと思います。中には、急げ!やばいよ!やばいよ、俺も、ちょっと今かなり胃が痛いわ、これ。あー、ルリネじゃないんだ!どうも、はい、ルリネ。ん?うん。うん。なんかよ、なんもないんで別にっていうね。はい。あ、そうだ!はい。褒めるか。なるほどね。まあまあいいや、そういうのも大事だ。頼む!やばい!まあまあまあ、報告プール2連チャンがあるから、これでワンチャン。お願い。あー、ルリネーじゃないんだ。うん。別に。はい、そうだ。何の、らしいんだけど、どうする?学校の話か。レベル上がんない?上がんない。全然上がんないな。てか、そもそもレベル4か。まあいいや、プール行きます。プールなら最悪会えるだろう。そう信じて。頼む。誰もいねー。え?でも、誰かいる。おー、いた!あ、ヤコ。あー、やばいやばい!うん、あのさ、私なんかと話してていいの?いや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 、そうか、この間帰るときに、違う違う、ヤコちゃん分かってくれ話を。あ、誤解を解く。うん、ちょっと待ってヤコ、お前なんか勘違いしてないか?この間のあれは違うんだよ、信じてくれ本当に。だからそのなんていうか、んダメ、分かってくれ、誤解を解く。なんだよ。モテモテでいいわね。違う違う、やめて、違う、だから、そんなんじゃないってば。いいわ。え、今回だけは信じてあげる。ありがとう。ごめんなさい。なんとか機嫌が取れた。もう、ほんと、以後はもうこういうね、浮気がしません。本当にごめんなさい。本当にすいませんでした。本当にもう、皆さん、いいわ、浮気ダメ絶対だよ。ヤコに見つからないように。あ、もう、いつも通りのヤコちゃんの反応がもうあのね、癒し。うわぁ!いやーもう可愛らしいですな、今日もね、もうヤコちゃん。もう、僕はもうあなた一筋ですから、これからは。すいませんでした、どうも。違うよ。じゃあ、何よ。そう、ほんともう二度と浮気しません。もう、決めました、僕は心に。はい。あ、こっちの方へ来たみたいだったから。あ、そう。ほら、さっさと出て行きなさいよ。はーい。すいません。わかったよ。あー、胃が痛い。本当にね、やべって感じが来たもん。さあ、ちょっと待って、とりあえずね、ヤコちゃんと一緒に帰ろう。間違いなく。それは間違いなく。お前か!おい、聖太郎。これ、聖太郎と二人で帰ってる時も、こう、誤解されないしないのかな。帰りか?うん。じゃあな。あ、またな。さすがにそりゃそうだな。うん。いや、これはやっちまった。違うなぁ。君じゃないんだ。どうも。はい。カットしまーす。はい。さよなら。はい。誤解は、もうお願いします。ヤコちゃんいてくれ。いてくれ、違う。はい。帰るとこでしょと。さよなら。すいません。帰ります。もう僕はこれ以上浮気はしないんだ。もう。浮気はできない。俺には。もうあんな思いはしたくない。あー、やばい。日曜日じゃん。どうすんのよ、ちょっと。来るこれ。あるか、可能性。いやー、お願いします、本当に。ヤコちゃんとデートができますように許してほしいな。どうだ?目標に出てくればワンチャンあるよ、これ。目標。どうだ?日曜日、来い。お ?9 時、あるぞ、あるぞ、来たぞ、来たぞ。今日はヤコとデートだ。僕の気持ちを伝えるんだ。そうだ、頑張ろう。やるぞ!出かける。頑張ろう。ヤコちゃん来てくれ、いててくれ、頼む。てか俺がもう1時間前から待ってますから。ほう、デートではデート中に何回ことです。告白ハートが増えたら3個以上で赤ければ OK。 あー、なるほどね。あーはーはー、最後に5個あると。え、寄り道デートで行った場所の種類か、そのままし、嘘、一つしかないじゃん俺じゃ。まあ時間ぴったした。どうだ、ちょっとでも遅れるとうるさいからね。来てくれ。いた、よかった。もう癒し、ありがとうございます。もう僕あなた一筋です、本当に。何言ってんだ、時間ぴったりだろ。約束の時間の5分前に来てるのはマナーってもんでしょ。あ、まあそりゃそうか。この炎天下に人を待たせないでよ。すいません、でもちゃんと待ってくれてたんだね。その服いいじゃないか。うん。え、あ、でも上がったね早速。うん、うん、いいと思うよ。うんうん、いい感じに似合ってると思うよ。おー、褒めて。よしよしよし。こういう感じでやっていけんだな。わかってるわよ。うん。よっしゃ、行こう。頑張ります。
さあ、ここは何なんだろうね。アクアゾーンって書いてあるけど。一番の目玉ってなんだっけ？わかる？これ自分で答えるのかもしかして。なんで？そんなものがあるのか。どうしようかな。ヤコはそれが目当てなのかっていう。多いね。よしよし、3つ入った。おい。あ、違うんだ。よかった、聞いといて。何？イルカが見たいわね。まあそうだろうね。生きてる生き物がいいと思うよ。何を？いやいや、いいと思うよ。イルカショーに喜ぶなんて子供みたい。言うなって、そういうこと。別にショーが見たいわけじゃないわよ。うん、イルカが見たいんだね。じゃあなんだよ。いいじゃない、そんなの。まあイルカショー行こうじゃないの。行くわよ。はーい。おおい、待てよ。よし、かなり高水準で頑張っていきましょう。イルカショーが始まるまであと30分だってさ。だから、ショーが見たいんじゃないってば。ああ、そっか。照れるな、照れるな。イルカショーを楽しみにしてる高校生がいてもいいじゃないか。な？何が、なよ。勝手に言ってればいいわ。ああ、そう。とか言いつつなんだかんだ言って見るんじゃないの？おい、こっからイルカのプールが見られる、中が見られるぞ。お、見れるんだ。どうよ。おー、いいね。おー、イルカ、元気そうじゃないの。へえ。うん。これは多分まあ、これ、こうしてみると、イルカも可愛いな。うん。よーしよしよしよし、正解だね。へえ。うん。あ、なんだよ、その意外そうな顔は。意外だったから。そうかよ。イルカと一緒に泳げたらいいだろうな。うん。はあ、そうだね。どうだこれ。と、水族館の話、あ、終わっちゃうんじゃないかこれ、このまま。寄り道したいな、できれば。うん。楽しかったわね。そうだね。はい。帰りにどこかでお茶してこい。やった、よしよし、可能性あるぞ、これ。そうだな。このお茶が勝負だな、正直。どこにする？まさか終わりこれ。うん。あそこのお店にしましょう。おい。いいね。どこ？おー、普通、あ、いかにもなんかこう。水族館楽しかったわね。あ、ファミレスみたいな感じだね。おい、左、なんか、左上に見たことのあるシェレットがあるんだけど、これ気のせいか？ダメだろ、これ。まあいいや。あ、でも、これの雰囲気いいね、なんか。お前、イルカを熱心に見てたよな。イルカと泳ぎたいんだろって、これだね、多分。うん。おい、イルカと泳ぎたいんだろ？よし、来た、オッケー、5つ目。わかる？うん。そうそうそう。イルカと一緒に泳ぐのが夢なの。へえ、いいじゃん。確かにちょっと楽しそうだよね。僕も一応水泳やってた身なんで気持ちはわかる。ヤコって昔に比べて女の子になったよな。そうだね。ああ。昔のヤコって、ああ、なるほどね。はいはいはい。こんなんだもんな。だいぶそうだね。なんか女の子らしくなったね。そしたら。なんかよからぬことを考えてたでしょ。いや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 。なんでそう思うんだよ。そういう顔してた。あ、わかる？そんなことないさ。信用してくれよ。そうだ、前に約束って言ってたよな。え？なんだろう。あれって何のことだよ。ね、うん。そろそろもったいぶらないで教えろよ。じゃあね。ん？当ててみてよ。え？嫌な予感がする。え？なんだろう。おもちゃをあげる約束か？黒部に。え、いじめないなんていじめてたっけ？うん。どれだろう？破ってないよな、多分。じゃあ、おもちゃをあげる約束か？それを今更言うわけねえよな、多分。じゃあ、これか？うん。ヤゴのことをいじめないっていう約束か？発令！あ、違うんだ。どれなの？じゃあ、答え。違うか。昔、私に言ったでしょ？なんて？おもちゃじゃねえだろ、まさか。女らしくなれ。あー、はい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 、そういうことか。ああ、言った言った。だってあの頃のヤコって男みたいだったもんな。それって約束じゃないよな。ここまで言ってもわからないの？あ、その約束を守って女の子になっ、もう、知らない。いやー、おい、分かれ、俺。俺分かってくれ。結局教えてもらえなかった。約束ってなんだろう。でもこれは心に、もう勝負した方がいいと思うよ、これは。な、ちょっとどっか寄っていかないか？いいけど。よう、いいね。どこへ？どこ行くの？俺が選ぶの？そうだな。河原でも歩くか。うん、そうだね。ブラブラ歩いた方がいいんだよ、こういうの。すいません、喉が。
お、いい雰囲気だね。いろいろ思い出すな。そうね。飛行機、紙飛行機飛ばしたよな。紙に、川に、これかな。うん、紙飛行機飛ばしたよな。ここは下げたくないね。やった。あ、やったんだ。よかった。うん。あの飛行機ってみんな最後には川に流れていった。あ、そうなんだ。そうね、あ、そう。ある意味ゴミを流したってことか。確かにそうかもね。ちょっと迷惑な遊びだったな。あの頃は楽しかったな。そうだね。そういえば釣りしてたおじさんにヤコが男の子と間違えられたことあったよな。変なこと思い出さない。そんな過去あったんだね。あの頃のヤコがこんなになるとはな。こんなで悪かったわね。いや、いい意味でだよ。褒めてるんだよ。僕もびっくりだよ。どっからどう見ても立派な女の子だもんな。でも、いろいろ努力してるんだから。 あ、そうなんだ。ふーん、やっぱり目的は男か。お、ちょっと今のは失言だな。なんで黙るんだよ。なんか変なこと言ったか。だってもうなんだよ。え、にしてくれるって約束したから。なんだい。え、なんだろう。おーっと、なかなかいい雰囲気じゃないの。あ、まさか昔僕が言った女らしくなったら彼女にしてやるってあれか。当たったー。じゃあ何か、ヤコが女らしくなったのはまさか僕のため、うん、わお。私、うん、あなたのこと、え、嘘。あなたのこと好きだったの。来た、ありがとうございます。来ました。よーし。え、ちょっと待って。だってかっこいい彼氏を作るとかなんとか。あ、そうなの？俺かっこよくないの？照れくさかったんだもん。ああ、そう。じゃあ、あの時、何？あ、そういえば、あ、あんなこと言ったらそりゃ怒るよな。バーン、大きい殴ったもんね。あれな、うん。そっか。僕さ、僕なんだね。うん。なんだろう。好きな女の子がいるんだ。うっ！やばい。やめろよ、やめろよ。うん。なんだなんだ、ちょっと。そうじゃないかなって思ってた。その人、ん？どんな人なの？どんな人なの？あ、これはもしかして？その子はさ、臆病なくせに変な意地っ張りで、頑固ですぐ手が出たりして、お、いいね。僕より一つ年下で、昔から知ってる子で、おーい！昔は男の子みたいで。ちょっと思わせぶりな感じだね。なんだよ、俺なかなかロマンチストロじゃないの。今は信じられないくらい女の子っぽくなくて。それって噛んじゃった。バカバカ。あーら、どうしてそういう意地悪な言い方するの。なんか照れくさくてさ、ヤコもわかるだろ。わかるけど。うん、いやー、わかるけど。おー、いやー、もういいね、こんな感じ。わー、一生許さないだから。あー、もう幸せ。ありがとうございます。うん、いいもんだね。いや、嬉しい。これはもう一生許さないんだからって、もうそういうのがもう、そう、一生って一言が嬉しいね。お、向井ヤコ約束編。ほう、約束編、これエンディング、もしかしてどうなんだろうね。なんか音楽流れ始めたけど、お、終わりか、なんだ、お、お、お終わりか、これは。あ、終わりましたね。というわけで、皆様、ありがとう、最後までご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。新しく始めましたトゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエット。まあね、今まで初代のねトゥルーラブストーリーは結構やってきまして、それでまあなんかなんか分かって、まあ雰囲気と言いますか、分かってたと思うんですよね。こういうどういうゲームかっていうのは。まあ、その応用編みたいな感じで楽しんできましたけども。いやー、やっぱりね、いいね、幼馴染って。うん。しかし、一番ヒヤリとしたのが本当に、なんだろう、浮気した時は本当に焦った。やべーってなったもんね、あれ。うん、やべーどころじゃなくて、俺も本当に、やべー、実況どうしようって思ったもん。
だから多分ね、実際、まあ、本来、大事だよ。みんな安心してください。何を安心するか分かんないけど、僕は本来、ちゃんとね、しませんから、そういう、浮気とかね。一途ですから、僕は。うん。ゲームだからちょっとね、そういう酔っちゃっただけで、ないですから、ちゃんと。うん。純粋ですから。いや、にしても、いい終わり方だったね。だから、前作っていうか、前やったトゥルーラブストーリーは、あれは結構実は、なんて言いますかね。最後自分が転校して遠距離恋愛になって終わりだったんですよね。でも今回は実は付き合うことが最後だったんですよね。今思うとね。付き合って、で、その後も末長く幸せに暮らしましたと、さあ、のな感じなんだろうね。あれ、音楽止まったけど。え？おい、音楽止まったぞ。あ、そういうバグか、なんかかな。おい、音楽止まったぞ。マジか、そういうことあるの？わかった。じゃあ、なんとかちょっとしときましょうか。編集の時に。はい、というわけでね。なんでこんな途中端端で止まったんだろうね。まあ、何ですよね。最後までご視聴ありがとうございました。またね、別シリーズでお会いできたらと思います。気に入っていただけたのであれば、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、うかでした。またね。壁掛けの広い時計探しのデート丸い写真立て窓際の恋ファン一つずつ集めたねゆっくりと積み上げた明日を誓うよ詰めていたい抱きしめてたいこれからも君と夢を見ていたい同じ道をあれからあっという間に2年と半年が経ちました。私たちは相変わらず喧嘩してるけど、なんだかんだ仲良くやってます。そうそう、変わったことといえば、私、髪の毛を伸ばしました。だからそう、手を上げる。そしたら広田が行く。そして正面衝突思わせる。どうだ。おお、本当にぶつけやがった。お、ちょっと、うわっ、おいおい、マジか。うわ、うん、大丈夫か、おい。わわ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 わ、お前ら朝っぱらから騒ぎすぎだ。うわー、怖え。